絶望の1秒前は乃木坂さんの曲なので全然大丈夫です <laughs> みんながすごい心配してくれるでもねみーちゃんはそんななへまはしません <laughs> あの先生がツイートしたら見た見た見た,見たい,いいねした。 もう終わりましたふん21時までです何今日もね膝をぶつけてしまったんだなんかもう <laughs> えっーチマがショートになってたガチ合ってないわでもさ一日中見えたち事務所にいるのに公園に行くメンバーに全く合わないんですよね なんでジチーメスはもうねあと本当にもうちょっと頑張れば休み <laughs> まあ休んでる場合じゃないんですけど全然あざできたえもうしっかりぐっつりできてるんですけどな治りません <laughs> そうええー、見たいあとで見ます いえーメール届いてないまだ。配信するよーっていうやつ。<laughs> 21時までですよ。だって21時から見なきゃいけないじゃん。重大発表。歩くのと若は全然痛くないんですよ。ただなんかもう本当に見るに大えない色をしてるんだ。 ゆうちゃんは内容全然知らない。いえ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 。めいめいちゃんめっちゃ綺麗になったね。ええ、嬉しい。最近なんか本当にいろんな方に可愛いって言って続けて、幸せです。みちゃん。今日のカウント動画、カウントダウン動画まだ見見てないよ。今日誰誰。今日も上がったんだ。白々しい。 苗縁ときみちゃんのんかリハーサル苗縁ときみちゃんはあの,あの動画を撮る3日前くらいにリハーサルをしてるんですよ。でリハーサルの動画を撮ったのも中坂だし本番映像を撮ったのも中坂なんですけど。いやバカおもろくね これは参考動画じゃないですね。ええ、うんがサこコダンになってんのよだな。キュウキー、なかちゃん、楽しいなろうかしらえー、なりましょうよ。なっちゃおう、なっちゃおう。今、マジで電車の中に取り入れるかと思った。すいません。 おもろいのはないやんと赤堀さんは予想通り明日はあーあのあのあの方たちかもしれないなんかそれさっきも結んでたんですよ髪の毛で今届いたんですけど治らなかったイエイエイエイ眠い聞いてもう毎日さあと一駅っていうところで眠たくなるのもうさほんとにやめてほしい ね川島がボンブらしいのでちょっと気になる <laughs> 順調だよ <laughs> 順調だよあ九900回目の訪問だってありがとういっぱい来てくれてロングトーク会見守ると中ちゃん両方当選しましただってありがとう ロングトーク会。7月14日の10時完売っぽいよ。ガチガチ ?7 月 14?7 月30じゃなくて。7月14じゃないよね。8月 ?7 月終わかんない。31かわかんない。えー、すごい。ガチ切るのも知らなかった。知らなかった。<laughs> 絶対ピアスさんも知らない。何を一息でやめてほしいの一息で眠たくなる一息、残り一息で眠たくなるのが。 悔しい悔しいガチえーさらだけどミオちゃんとお兄じゃないを動画見たありがとうございますそう最近は K2 と E がねいっぱい出てくださってるのでピョコリピョコリ7月31日十時で外れた方いましたえーやったーピヨシさんといえばスパ買っちゃったピオさんと卓球したいって勝負どう思うかな ええ嬉しい3部もあるからさーあのー、ね厳しいと思ってた <laughs> ありがとうみんなキュ,キュン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 どうしてキュンキュ,ンキュンキュンどうしてそうだ切ってくださいザ・ファースト・テイクってあるじゃないですかあの YouTube とかによくわかってるやつあれでね惜、ね、しね押ししっていうかね日の坂のね段 押 <laughs> しがねあ上がっててね聞いちゃった <laughs> 元気出た元気おぶちも見に行っていいですか見に行っていいよフフ <laughs> 石ずと仲良くなったそうそう10発表総大会しないのえじゃあ何だと思う みゆはまだでも5月だしあ,あれかもしれないあの去年のゴールデンウィークにやったなんだっけ何十何時間生配信みたいな,なんかあれやりたいみゆんだっけ去年のゴールデンウィークにやったなんだっけ何十何時間 何十何時間耐久配信みたいなやつ <laughs> やってたよね去年じゃないか一昨年か一昨年にやってたやつえもう発表されてんの去年はシャッフルかそうそうシャッフルじゃない29時間生配信みたいなあれやりたい 羊数えるやそう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 ほごちゃんが見ハマりたいそ,そう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 。あれめっちゃ楽しかったよね長坂さんので出番絵日記発表会だけだったけどさ楽しかった <laughs> そうそうぐたきて花火してたやつかなそれもそうかもしれない全然覚えてないんだけど 多分 <laughs> 一応内容は中ちゃんも知らない感じですかまあそうですねししし知らないと思います <laughs> はい縁日も楽しそうだった赤坂は縁日記だけだったんですけど <laughs>

ほんとに知らないんですけどみればねあと何がやりたいかな運動会したいチーム対抗運動会したいチーム S が優勝する未来しか見えないけどチーム S 以外のメンバーにとってシャッフルは鬼 <laughs> いけるって これヒント出さないよ。出しません <laughs>。バスケかサッカーの試合、いいね球技大会しようよ。第一種目はミウバーサスピオスさんの卓球対決で <laughs>。今日もレッスンだったの。毎日レッスンだよでももう少ししたら全体リハが始まっちゃうので。 焦ってますえユニット対抗戦したいんだけどめっちゃしたい <laughs> ルールわかるメンバーいるサッカーえそれはもちろんみんなわかるですだって不思議踏みに行ってるんですよみんなそれはねわかる長坂が呼ばれないのにわからない人が行ってるわけないと思うのでみんな知ってると思います 今回ののメンバーの発表は気になるでも多分普通,に普通にって言ったらすごいあれかもしれないんですけどちかさんが今舞台なので多分各チームのリーダーが出てるんですけどそのちかさんが今舞台でいらっしゃらないのであゆかぴょんさんえっあゆかぴょんさんレッスン終わった後ずっといたのかな事務所に。え大変だ。 いや代理っていうか愛花さんも副リーダーなのでねもうね幸せなんですよリハーサルをするために愛花さんと目が合ってニコと微笑んでるあの時間が幸せですリーダークラスの配信 <laughs> 確かにえー、いつも何の発表してるなんだろうなと。 もうどうせ21時からだけどプレミアムじゃないの生配信だからプレミアムではないか。じゃあ終わらなきゃね。全国ツアーも見たい。おしを堪能してますね。はい。し、し、し、幸せや。<laughs> もう、あやかさんに言ったもん。マジ幸せ。<laughs> 研究公演開始とかあありそうありそうでもさ6人やで <laughs> すごくね6人で公演する大変さがね私には,は私はわかるんですよあ,のあれでやったから夏コロナ始まった年の夏にやったからいやーだいぶしんどいで6人公演はまず MC がしんどい <laughs> 違うんだよ なんかその MC がしんどいっていうのはわかんないもしかしたらあの11期はもうめちゃめちゃワードセンスのあるもうさすごい子なのかもしれないけどあのー、そう中坂がその6人でやった時は「なんモモ」と「ココナッ」だったんですけどなんか日本語が多分通じていなかったので <laughs> すごい MC が大変でした <laughs> 懐かしいそう めっちゃ懐かしいわ <laughs>、はい、なんかすごいすごいじゃあ「ひどい」って言うじゃないですかでもなんか本んに結構知ってるなんかだ私の中では誰でも知ってると思ってたあのー、日本語だったのですけど <laughs> そう。 ななんかなんかか通じなかったんですよなんか風物詩と何かが暦と風物詩が通じなくてでも確かによく考えたら難しい言葉ですからね仕方ない赤ちゃんスクランブルできないのケイツんできないのっていうかもうそもそも出たことがないので <laughs> いや覚えろって言ったら全然覚えれるしはい っちゃんんんは知ってるんだよよ、え、ででも違うんですよがなんか風物詩「夏の風物詩だよね」って言ったら「風物詩って何?」って2人に言われて「ええ,えみたいな「風物詩って何?」って聞かれたことないから「風物詩ってどうやって説明したらいいかわからなくて」なんか「ま、夏といえば?み」みたいなみたいなそう。 そうまるで連想ゲーム <laughs> なかちゃん解熱剤読める <laughs> 毎回それで煽っとるやろ <laughs> 今日コメント早いんですねね、みんなテンション上がってんだよ重大発表でわくわくドキドキエモいの意味わかんないえエモいの意味一生わかんないし 宮丸さんエモいの意味をなんか違う風に覚えてるんじゃないかなって思ってるレベルなんかその身の中でエモいっていうのは例えばだけどなんかじゃあドンさんがジュリナ散歩時であのなんかそのセンターとかの曲やってるエモくねってなるじゃないですかわかる これがのの中のエモいなんですよでも宮浦さんはなんか「中桃はエモい」って言ってくれるんですけど中桃のどこら辺が重にはエモいかがわからないので中桃はどこがエモいんだろうなってすごい考えてる <laughs>。はい 子供だったからああああそういういこと仲もがち,ち,ち,ちっちゃかったのが気づいたでかくなってたからエモいってこと、うん、なるほどねあちょっと理解したかもすいませんみよまるさん <laughs> 私が間違ってました <laughs> はい なるほどね、難しいね日本語って、まあ、日本語すらか日本語かすらも怪しいですけどね何エモいって誰がつけたんロングトーク界で中ちゃんデビューしようかしらしてくださいよ待ってる待ってるー <laughs> いやゆずあみはエモいよ中身は尊い ちチルはチルは一番意味わかんない。チルってなんやねん <laughs>。チルイって何？チルいって何？では終わります。ごめんねこんな秒秒秒で <laughs>。でも二十一時間の重大発表が気になる気になるうちゃんだからね。 チルイなの意味わかんないじゃんチルドレンって子供たちって意味じゃないんですけシルルルーさん緑なるまカトチャンペさんかわいいかわいいかわいい,わい,いえー、クロワッサンさんかわいいドラさんかわいいカトチャンペさんすずらんすずらんクロワッサンさん結婚してピピフッピさんたらの音符ドラさんかわいいクロワッサンさんすずらんえー、シルルルルーさん尊い尊いかわいいオムライスさん尊いエスケンドルマさんだるまシルルルーさん緑なるま緑なるま緑なるま ハートハートオムライスさんいいね似合うありがとうございますほかにもギフト投げてくださった皆さんありがとうございまーすイエーイありがとういい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  あ終わるとこやったや。今から重大発表が気になるうちゃんなので、ちょっと今日は終わるんですけど、ぜひ重大発表も記事にしちゃってください。重大発表が気になるうちゃん。<laughs> 今日の中身73位は、でけでけでけでん。羊のアバターの <laughs> さんです。ありがとうございます。イえありがとう、ありがとう。イいイいェいイいイ,エイ <laughs> では。 2時間で見ますいきますすきせーのオレンジのクマさんトマトさんはーどなただなんでブドウプチプチじゃないのほほほ,ほな読めないしもろもろもろばしさんわかんない読めないブドウプチプチさんって呼んでいい <laughs> 感じ漢字がによが弱いんよオレンジのクマさんトマトさんブドウプチプチさんハムスターさん えー、寝落ち上州派最スキーのクさん正解んありがとうございますーありがとう明日も朝配信です明日絶対夜できないんだよね <laughs> おでは13位から読みますいきます1 3 <laughs> さあ,ありがとうございますおばけドロン1 2 <laughs> さあ,ありがとうございますシェキーン 11位フンさんありがとうございます。こうちゃんにちは。10位フさんありがとうございます。ピッピーふゆっぴー。9位フさんありがとうございます。ふゆっぴワンワン。8位フさんありがとうございます。かきーん。7位フさんありがとうございます。松村むぶー。

<laughs> さんですーせーのーありがとうございます。 ということで、改めまして、1540人の皆さん配信を見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフト投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのハロー、ツイッターと Instagram のフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。もう一人の1位は、<laughs> さんです。ありがとうございます。オムライチュ。<laughs> もしよかったら、明日の配信も見てください。明日も。 朝配信です。夜は多分厳しいかなと思います。よろしくお願いします。それでは、そうロングトーク会完売らしいので、ありがとうございます。この後、21時より、重大発表あるらしいので、見てくださーい。では、終わります。バイちゃーじゃんけんぽんはめてほい今日の合言葉は、サラサラヘアーバイバーイチュちチュゅんです。